32、3馬力。32、3馬力。はい。まあまあ、でも、でもちゃんと回ってくれますし、結果にはエンジン自体も、何かの問題ないかなという、そういうふうな、試合としては。はい。車検ショックが、なんか、純正だと40馬力とかって書いてあるんだけど、それっていわゆる、メーカーのカタログに書いてる馬力っていうのは、エンジンのこの出力、カウンターシャフトの宇宙出力なんで、これで測ってるのは後輪の出力なんで、ですから、いわゆる、まあ、前後のプロケットとかチェーンとか、後輪の駆動程度が入りますから、大体 10% から 15% ぐらいかな、じゃあ通常、なんかそうですけど、だからまあまあ、それからしても大体まあまあ、こんなもんで。よかったです。